こんにちは、ナノユニバースメンズバイヤーの福島雄介です。アシスタントの広瀬美香です。今日見て決めてきたんですけど、今日の予想いどうですか？またまたちょっと怪しい匂いがしますね。で前回 の、うん、あのスーツの引き続きね、うん、好きって言ったから、はい、そのスーツを着てきたわけですよ。 ありがとうございます。私のために来てくださったそうです。もちろん毎回そうです。ありがとうございます。でもやっぱっなんかどうですかこのね、あのセットアップスタイルがあまり見慣れていなかったので新鮮だったんですよ、ね、前回が多分初じゃないですかセットアップで。そうですね、なんか、ね、ちゃんとネクタイするみたいなのって。そうすんげ悪な感じしますよね。します？しますね。どの辺？いやもう全体的にですよね。もうどんな人が好きなんですか？男性が。男性だってほらこれもダメなんでしょ、だっていやもう私服はそんなに関係ないないってことですよね。中身なんでやっぱりね男性はね。手ごと、うん、あんまじゃなんですか、手ごとはすげえ否定されてるってことですよね俺ね。えそんなことない。じゃあまあまあいいです、もう、うん、あの俺はいいとして、うん、男性のタイプ何個でもいいですけど、まあ、誠実で、はい、頭も切れて、はいはい、まあそこそこファッションセンスもあって笑いのセンスがある。笑いのセンスがある。笑いのセンスがある。これ大事ですね。じゃあ今日はもうこの辺で。あじゃあもうすごい笑いのセンスのある人、うんうんうん、すごい誠実な人、うんうんうん、2人いたとするじゃないですか、はいはい、これどうするんですか。どっちもあどっちを選ぶかってことですね。まあね、いやそれはもう吟味しますよね。時間をかけて大切に考えます。いい回答。えティアムさんはどうするんですかそういう場合は。俺お二人好きな方がいる。俺は両方行っちゃうです。本当ゲスの極みですね。いや本当ゲスの極みティアモ。マジで惹かれてんじゃん、まあ、ティアモさんらしいなと思いました。そうですよね、うん、いやで、まあ、じゃあ今回ね、うん、服がテーマじゃないですか、はいはい、じゃあお洋服で例えば悩んだ時はどうされるんですか、うんうん、あ僕はねでもまあそういう時だともう即決でどっちもですよ。だってあどっちも大人買いしちゃ う, そ う, そう、色とか色違いで買っちゃう。さすがにさっき言いましたけど、うんうん、やっぱ女性だったら悩みますよそりゃ。そりゃね両方なんていうのはないですよ。ご自身でアフターケアね。そうイメージあるしね。でも洋服だったらもうどっちも気に入ってたらどっちも買っちゃいます、うん、俺は。なるほどね。特に今日紹介する商品ね、うんはい、今日何ですか。商品というか、まあ、アイテムは、うんうん、まあそういう場面に出くわすことが多いんじゃないかななんて思っておりますよ。冬の大本命のアイテムといえばこんなあちょっともう一回言ってください。コート。あいい感じですね。ですよね、はい、いい感じに正解です。アウターでございます本日は。そうなんちゃう。えなになにちょっと言い方ちょっとかっこ悪いですね。いやいやそう、まあね、あのチャックとジップみたいな。そうそう違いですよね。ちょっとダサいなって思ったんですけど、でもコートっていう言い方がすごい可愛かった。ありがとうございます、うん、じゃあ言い方でカバーされたということで。されてました。今回はアウターが、アウターをご紹介させていただこうと思っております、はい、それでは、はい、早速1着目のコート、アウター。あそっかアウターをター、ねはい、ご紹介したいと思います、はいはい、お願いします、はい、ちょっと見せましょうか。そうですね、せっかくなんで、はい、見せていただきたいですね。いかがでございましょう。またチェックが可愛らしい印象ですね。いいですね。これパルトっていうブランドの、うんうん、パルト、パルト、そうです、うんうん、パルトの、バルカラーベルテッドコート。バルカラー、バルカラーっていう、バルカラーってどういう意味ですか。一番上のボタン開けるじゃないですか、はい、うんうんうん、ってなった時にちょっと自然とこういう襟型になるじゃないですか。あ開けた時に、そうそう、第一ボタンをもちろん閉めても切れるんですけど、うんうんうん、開けた時にちょっとこう自然とねこうなってくる、寝てくるんですよ。あ、はい、確かにこの形の状態をバルカラーっていうんですよ。あそうなんですね、まあ、襟元表情があってすごくそうですね、うん、いいと思います。で使い回しもできそうですね、まあ、バルカラーっていうのももともとスコットランドの方のバルマカーンっていうその地名があって、うん、だこれも正式名称バルマカーンコートっていう。スコットランドってチェック多いですもんね、まあ、伝統的なカラーですよね。だからこうちょっとね英国っぽいでしょ、ねね、うん、英国調ですね。英国調です、英国調、うんうん、竹これ着てみるとどれぐらいになるんだろう。長めで、あ膝下、あじゃあ着てもらっていいですか。また今年あの英国調みたいな、あ流行りなんですか。そうです、トレンドとして、まあ、キーワードとしてはもう英国調もどんずばの季節だと思いますよ。肩がやっぱ特徴的ですね。ラグランで少し落ちてるのと、うん、少し着丈も長いじゃないですか、うんうんうん、でこう襟立ててきますよ。
結構綺麗にまとまってるのかなと思うんですけど、スーツでもこういうチェックの柄って皆さん着るんですか？もうコートだったら全然着れると思いますよ。むしろ、まあ、これね割とそのこっちの無地に比べると、まあ、カジュアルですよね。そう、若干派手かななんて思いがちなんですけど、意外と着てみると、うんうん、でね、このほら、意外とポイントのこのベルトがねまたいけてるんですよ、このあらこなれた感じのね。あら、ちょっと素敵ですね。いいですかこれ、うん、なんかいつもにないね、いつものティアムさんらしくない。あ、それはいい意味？あ、いい意味です。いい意味、とっても、うん、なるほど、はい、どうですか、かっこよくないですかこれ。いいですね、なんかやっぱクラシカルですもんね、うん、もともとは。そうですね、形もそうだし、そうですね、でもなんかその古典的なクラシカルじゃなくて、そうですね、ちょっと遊び心があったりとかね、とか最近のトレンドも男臭い感じがあったりとか、うん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 、そういうのも含めてクラシック会議っていうようなキーワードが、そうって来てるのかなと。なるほどね、うん、一着持ってるとすごく使えると思います。これね、あのベルトがすごくポイントではあるんですけど、うん、結構太いですもんね。そう、使わなければあの垂らしててもいいし、こうポケットにね、あ、中に入れてあげてもいい、入れてね、ちょっとスッキリしてあげてもいいのかなと思うので、これもすごいいいじゃないですかね。やっぱティアモさん柄好きですね。無地紹介します。私は無地が好きですね、うん、でもティアモさんこっちですもんね。これはね、こう、まあ、なんかね、そう、いつもそうじゃない。私こっちですね、うん、これいつもの流れですね。いつもの流れですよね。私たちのね、いや途中で気づいたけど、うん、絶対、うん、素敵です。そうですよね、はい、うん、これも素敵ですよね。これも素敵です。はい、うん、よしよしでは続いて、はい、続いて、続きましてダッフルコートでございます。ダッフルコート、はい、私男性のダッフルコート好きです。好きですか。僕ね、逆にちょっとあんまりね、うん、ダッフルコートって そんな着ないんですよ。イメージないですね。ね、はい、なんだろう、似合わないのかな。お願いします。そうですね、うん、でダッフルの、お、見てくださいこのバリエーションまた全部柄なんですね。ガラこれティアモさんチョイスですもんね。そういうことです。これ結構強烈ですね。お、食いつきましたね。ベージュと白と黒、ベージュと白と黒、1,2,3,4 色かな。チカチカチカする。え、ティアモさんこれ着ます？割とね、柄としてはすごい好きな感じ、うん、へえ、うん、中どんなファッションにしたらいいんだろうっていう。中は、うん、でも、え、僕この上、この上、え、その上に着ちゃいます。この上に 着るよ、ね、結構ほんと何でもありですね。でもダッフルって、うん、もともと漁師のね、うん、作業着からこうスタートしてて、このダッフルコートっていう形自体がね、それを海軍が、うん、あ、それ俺らもっつって、で海軍が着始めました。軍物なんですね。軍物です。ボタンがね、そう、大きいのも手袋してても外せるようにとか、あと帽子かぶっててもこうかぶれるようにフードがちょっと、普通のコートよりね、やっぱダッフルちょっと帽子、ね、フードがちょっと、そう、印象的ですよね。ね、大きくなってたり、うん、広がってたりとかするんですけど。確かに確かに。それはそういうルーツがあるかな。いや、でもそれにしても本当柄ばっかで、はい、ちょっとベーシックなのも私は見たいですね。そう言うと思いまして、うん、柄、あんまり、やって言うじゃないですか、いつも。いや、だってこれだけ並んじゃうとね、うん、ちょっと私はベーシックなのも見たいかな。ありますよ、無地も。あります？ありますよ、ちゃんと。じゃあちょっと見せましょうか、うん、その無地みたいです、はい、素晴らしい柄も抑えつつ、あ、見てください、このイタリアカラーじゃないですか、ティアモさんの。かわいい。かわいいですよね、うん、発色いいですね。でも、はい、無地とはいえ、この色なかなか難しくないですか。どうですかこの3色、かわいくないですか。いや、でも私白すごいかわいいと思いました。かわいいですよね、うん、いや、でもこうやって並べるとかわいいですね。かわいくないですか。そう、形はね、さっきのと一緒なんですけど、色味が違うと全然印象変わりますね。どれがいいですか。僕だったらどれに合いそうですか。え、ちょっとやりましょうよ。やります。うん、ティアモさんだったら、え、全色のうち、もちろん全色です。7の中から、7の中から、7の中からね、着てほしいやつ。あ、いや、じゃあ私が着てほしい、男性に着てほしいやつにしましょう。そこ俺でよくね違うんですって。なんでそこ俺でよくね。いや、もうここで明らかにさせましょう。え、う、あ2個、じゃあ2個ね。1位2位決める。1位2位、あ、じゃあ柄部門とこれにしましょうか。あ、いきますよ。いきますよ。え、マジで、マジですか。いや、こっち選びですよ。 せーので指刺すやつ、うんうん、なんかそういう、なんかやめてくださいね、商業的な選び方は、うん、俺は柄だからみたいな。え、何何何何、どういうこと、どういうこと。なんかそういう、え、あ、いや、いきますいきます、うん、いきますよ、じゃあ、うん、本心で本当に着たいやつ、うん、はい、本当にいきます。せーの、これ、えー